私もしばらくあそこにいたわね。私が家に帰ることに決まったので代わりにあの人が言ったのよ。あなたは今でもやっぱりあの理化学研究所に入らなかったことをなんとか思ってるんじゃない？そりゃ惜しいには惜しいだろうけど、先生方もあんな風に言ってくださったのだし。母さん、私も何とも思ってやしない。それなら私があの人と結婚したがっているということを。ええ、それからあの人の母さんがそうさせたがっているということも。ちょっと待ってください。それはまた別の問題です。今日、少なくとも今日はそう心に決めているはずです。麻子さん、ピアノでも弾かないか。弾きたいんだっておっしゃってたよ。ええ、ぜひ一つ。ダメ、私。ダメだから聞きたいんだろう。うまいのならよそで聞けるよ。自分が先に弾けばいいでしょ。ホタルチョウが楽譜なしで弾けるんだから。僕の後じゃなおさら弾けなくなるよ。